h e everybody, this is Kaz and、uh, let's start from lesson 13.M の発音です、今日は。えー、っとですね。まずは聞いてみようということなんですけども、日本語の場合は、まみむめもという感じなんですけども、英語の場合は、えー、あえてこのように聞いてみてください。M、A、M、E、M、ふ、ですね。えー 音声薬ではヨ音と言われていますけども、それは勘違いですね。ヨ音だったら、うーん、んって鼻の方から抜けるということになりますけども、まあ、そういうことではない。あんまり考えなくてもいいです、えー。鼻と息の両方から息をしてください。たくさん息をしてください。そして、う、ま、ん、あ、という感じにしますね。英、え、語、ー、の,の63ページの練習1いきましょう、えー。胃袋からなんか食べ物をぐわーっと出してる感じでやってみてくださいね。いきますね。 アー、ムー、イー、ムー、ウー、マーエー、ーオーという感じです。それでは63ページの練習に、今度は、えー、日本語にはない母音を組み合わせていっています。ムー,ー、アー、ムー、アー、ウー、ウ ですねで。いきます。64ページです。えー、練習3、単語で練習します。えー、いきます。m e n コツは、men じゃなくて、えー、ボケとしては口のところから息をたくさんして、鼻と息の両方から息を吸いながら、ここら辺を響かせてくださいね。m e n minute。moon。 Make 練習4。えー、っと、ゲロをするときに食べ物をぐわーっとこう継続的に出す感じ。途中で止めないようにね。文章が終わっても止めないでください。May I help you?Let me move my car. あの、文を言う前に息をたくさん吸って。鼻と両口の両方からね。Mike is a funny man. My mom told me that. My mom told me that. May I help you? Let me move my car. Mike is a funny man. My mom told me that. Uh, thanks. I hope you um, now know how to pronounce M. Be careful that uh, you don't do ma, because you, I mean, people think that M is also like uh, part of the Japanese uh, set of pronunciation, so you may think that it's easy. But uh, because M is kind of easy, you may end up saying it in the Japanese way, like ma. But uh, be careful. 息をしてで唇と唇はあんまりきつく合わせずにねボケっとした状態でこの首の辺りを鳴らすということです。えっとえー、北日本というかですね、えー、東日本、えー、標準語をしゃべる人はどうしても「まあ」って言った時に「まあ」と「あ」をつけてしまいますけどもえー、首の方を脱力して「まあ」「まあ」 と練習してください。それから、えー、M の音にも幅があるということ、ボケーとしたところから、あ、まあ、まあです。o k a y good luck. Bye bye.